添加糖は酸または酵素によって初島果糖及びドウ糖に加水分解した甘味料である。同量の初島よりも甘いため糖を添加させることによって砂糖の量を控えることが可能である。また、吸湿性があるため菓子をしっとりとした状態に保ち砂糖が結晶化しないようにすることが可能である。 家庭で馴染みの深い添加糖は蜂蜜である。ジャムを作るときには果物に含まれている酸のため自然に添加糖になっている。添加は製品の特性に応じてゴールデンシロップのように部分的に行われることもあればほぼ完全に行われることもある。添加反応はフォンダンを詰めたチョコレート菓子を作るときにも使われる。材料に酵素を添加した後、 反応が起こる前の粘度の高い状態のうちに、成形とチョコレートのコーティングを行う。反応が進むにつれ固くなる。化学反応は以下の通りである。C12H22O11H2OC6H12O6C6H12O63 や、酵素によって反応が進められるが、消費されることはない。部分的に添加した糖は酵素を使わずに、 家庭で作成することが可能である。砂糖のシロップを作るときに 1kg の砂糖に 1g のクエン酸やビタミン C のような酸を添加する。酒石酸やレモンジュースでも良い。これを20分以上煮ると出来上がる。この方法では砂糖が結晶化しない程度に添加し、酸味もつかない。添加とは変更に対する先行面が逆転することから名付けられた。 初糖及び、ぶどう糖は弱い右線香で、下糖は強い左線香であるため、ぶどう糖と下糖が、糖分指数の溶液は、初糖が弱い右線香に対し、弱い左線香となる。初糖は還元性を示さないが、天下糖は、ぶどう糖に由来する、還元性を示す。糖と甘味料の相対的な、甘ささ糖の甘味度を100とすると、ぶどう糖の甘味度は65から80。 加糖は120から170で、甘味度の強さは、加糖砂糖ぶどう糖の順である。そのため、加糖分42%のぶどう糖加糖液糖の、甘味度は70から90、加糖分55%の加糖ぶどう糖液糖は、100から120である。ただし、加糖は高温では、砂糖の60%の甘味度しかなく、摂氏40度以下でないと砂糖よりも甘くならないので、 甘さは温度によって大きく左右される。AB、薬としての砂糖。独立行政法人農畜産業振興機構。2017年7月8日閲覧。楽しい高校科学、伊勢加藤。ありがとうございます。